スがうまいぜ。チェックダウン。じゃあ、俺は行きます。バカな猿だ。みんな聞いてくれ。わきまきせんまきょうはどれだ。黙って話を知らんかい。聞きたくないとさ。踊るのやめ。それでよし。さて、今年も年に一度の仲良しの日を祝うことができたわけじゃが、ここで我らがヒーローに一言スピーチをしてもらおう。このコンゴボンゴ島の未来の王様であるドンキーコングにじゃ。何が王様だ。一生そこでバナナ食ってろ。ほらドンキー、おびてばかりいないでスピーチしろ。スピーチ、カンのバナナライコップラ。いいぞブラザー。今何つったんだ。仲良しなのはいいことだってさ。くっだらない。未来の王様のスピーチにしちゃかっこ悪いんじゃないか。あーはーはー、役なよ刈り上げ。だ、自分が未来の王様になれないからってそんなにひがむなよ。冗談、僕はタル工場の未来の社長だぞ。ひがんだりするもんか。それを言うならお前は将来何になれるんだ。ただの小猿のままか。なんだよ、よくもバカにしたな。どうせ俺はただの小猿だよ。まあそんなに熱くなるなって、俺だってただの猿だけど気にしちゃいないぜ。だろ、それに君はただの小猿じゃないよ。未来の王様の親友なんだからさ。ありがとう。でもやっぱりオイラも未来のなんとかって呼ばれたいよ。仲良しの日の一番いいところは、いつも乱暴で騒々しい誰かさんがおとなしくしとるのを見られることじゃね、クルール。そんなでかい口が叩けるのも今のうちだぞ。もう王になるの諦めるんじゃな、永遠に無理じゃ。コンゴボンゴ島で一番強くて偉大な男ドンキーコングがおる限り、悪党などに未来はない。お前にもないぞ、口の減らんやつだわ。アホに何言っても始まらんな。なんでこんなパーティーに来たんです。ここで奇襲攻撃をかけるのさ。そんな大事なことなぜ教えてくれなかったんです。やかましい。敵を欺くにはまず味方からと言うだろうが。いいか、パーティーに参加して敵を油断させたこの隙に破壊工作を始めるってわけだ。賢いだろ。誰が。俺様がだよ。あんなの敵猿にこの島を支配させてたまるか。お待たせドンキー。おう、キャンディー。待ってました。いよいよこの秘密兵器の威力を試す時が来たぞ。バナナの皮でしょ。まあ見てよ。ひどいわドンキー。何、僕は何も。じゃあそれは一体何なのよ。それって一体どれ。あなたが食べたバナナの皮、私をこけさせて今ちょんまげみたいに頭に乗っけてるバナナの皮よ。もう絶好よ。顔も見たくないし声も聞きたくないわ。二度とね。二度と。じゃあもう会えないってこと。そんな。ドンキーダメダメ作戦第一段階成功。ドンキーダメダメ作戦って。この作戦でドンキーはダメなやつだとみんなに思わせるんだ。やつはみんなに嫌われる。そしてクランキーはやつを追放するって筋書きよ。あのバカでかくてバカ強いドンキーコングさえいなくなれば、あとはもうこっちのもの。その時こそ島で一番ハンサムでスマートな男が大いにつくわけだ。え、誰です。誰。俺様に決まってるだろうが。パーティーは楽しかったかな、ドンキー。全然、僕キャンディーに振られちゃったんだ。ドンキー、そんなことでくよくよするな。君は実に素晴らしい男だ。彼女もきっと戻ってくるさ。そう思う。もちろん、君はいいやつだし、このコンゴボンゴ島で最強の男、未来の王様じゃないか。だろ。だったら何。たまには女なんか忘れてパーッと遊べよ。キャンディーを忘れるなんてできないよ。だが波乗りなんか楽しいぞ。気持ちいい波が悩みなんか海に流してくれるから。どうだ。それより。なんだ。僕サーフィンしてくるよ。
と？そりゃいい。波乗りより楽しそうだな。でしょ？くよくよしても始まんないし、ここは元気出してパッと遊んでっこよ。単純バカは扱いやすいわ。サーフボードはファンキーが持ってるからね。ねえ貸してファンキー。俺が命より大事にしてるボード貸せってのかよ。大事に使うから。言ってみりゃそいつは俺の分身。傷一つつけずにちゃんと貸してくれよな。それで安心。先に人泳ぎしてこよっと。今だ。ほら急げ。はいはい。でもなんでね、急いで何かやろっと。それを盗むんだ。でもね、人のものを盗むのは悪いことなんだよ。俺たち悪党はな、悪いことするから悪党なの。分かったらさっさと盗め、バカタレ。バカタレなんてひどいよ。謝ってよ。謝ってくんなきゃ俺働かないよ。悪かったよ、バカタレの君にバカタレなんて言って。いいからさっさと運べ、暴れるぞ。もはあ、気持ちよかった。え、嘘でしょ。ファンキーの分身がなくなってる。ファンキー、ね、起きてよ。ラーメン、起きて。大変なんだよ、起きて。俺のボードはどうした。なくした。大事に使うって約束したのに、お前約束破ったのかよ。大事に使う前に誰かが盗んだんだ。ごめんね。人のせいにするな。誰かが盗んだだって。はだって本当に盗まれたんだ。下手な言い訳すんじゃねえよ。ボードから落ちて流されちまったんだろ。未来の王様が聞いて呆れるぜ。もうよ。今日は踏んだり蹴ったりだよ。何にもしてないのにみんなに怒られてさ。最初がキャンディー、次がファンキー。そんなに落ち込まないでよ。私たちがいるじゃない。そうだよ、元気出せよ。お前には強い味方がいるじゃん。一番の親友のオイラとその彼女。そうよ。そうだね。オイラもう帰んなきゃ。それじゃあディクシーは僕が送っていくよ。うん、またね、ディディ。じゃあね、ダーリン。行きましょう、ドンキー。やってみる。やれって何を。得意のモノマネをだ。ああ、モノマネね。それじゃ一つ。このバカタレが。俺様が欲しいのはクリスタルココナッツだ。こら、俺様の真似してどうする。ドンキーの真似をしろ。おお、なんだん。クルール様じゃなくてドンキーの真似をするんでしたか。わかったら奴の真似をやってみろ、ほら。バナーナ、バナーナ、バナーナ。僕バナナのことしか考えてないの。そっくりだ。よし、第3段階に入るぞ。次は奴の親友を怒らせろ。親友兼上司をな。これぞ一石二鳥。俺って嫌なやつ。ここすごく気持ちいいとこだね。今度はディディとかやった。僕もキャンディと来たかったけど、多分もう無理だな。誰か他の女の子を誘ってみれば。そうだね。じゃあ君を誘ってもいいかな。ディディなんかとは別れてさ、この際僕の彼女になれよ。は？ちょっと何言い出すのよ。え、僕何にも言ってないよ。バカな冗談はやめてよね。もう。そう怒るなよ。早く熱いキスしようぜ、ディクシー。あのバカ小猿には黙ってればわかんないって。なんてこと言うのよ、この裏切り者のバカ猿。今度いたらディディに言いつけるからね。何？何怒ってんの。ああ、そうかい。言いつけるならどうぞ。あんな間抜けな小猿、こっちから縁を切ってやるさ。
な、何怒ってんの？僕何もしてないのに。君がそんなやつだとは思わなかったよ。親友の僕の彼女を横取りしようとするなんてさ、未来の王様たる者がそんなことしていいと思ってんの？君の彼女なんかどうでもいいよ。キャンディーが一番。よくもデクシーをバカにしたな。はっ、お前の顔なんてもう見たくもないよ。絶好だ。口も汚いよ。なんで怒るの？キャンディーもファンキーもディクシーもそれにディディまで。しめしめ、やつが寝てるうちに計画の第4段階を決行するぞ。みなさん、手加減なしよ。ぐちゃぐちゃのボロボロにしてやるぜ。発射よ、狙え。今日もたらふく食べていいみたいよ。いただきます。あとはこのバナナの皮を置いてドンキーがやったように見せかけるわけよ。よし、任務完了だ。みなさん撤退。歩け。浮き足差し足、浮き足差し足、撮影完了。ご苦労さん。やなんじゃこりゃ。壁がなくなっとる。一体誰がこんなことを。まさかあの大バカか、ドンキーコング。なんだか嫌な予感がするな。クランキーにも怒られるのかな。話しかけても答えないよ。今答えたじゃん。今ので最後だよ。うえー、家が骨だけになってる。おいクランキー、クランキー大丈夫？どうしたの？はっ、すらじらしいやつめ。何が？とぼけ打ったって無駄じゃ。証拠の品が掘りそこに落ちとるわ。よく見てみろ。証拠ってこのバナナの皮？じゃあ犯人は決まってんじゃん、ドンキーに。僕のじゃないよ。お前のじゃないっていう証拠は？ほら見て、中身が少し残ってんだろ。僕なら最後まできっちり食べるもん。食べていい？ドンキー、知らばっくりな。お前には島の未来は任せられん。王様になる資格は剥奪する。そんな、クリスタルココナッツだって未来の王様は僕だって予言してんのに。ディディー、やったー、すげえ、オイラの顔が映ってる。未来の王様オイラなんだ。これでもうブラスターにもバカにされないぞ。オイラが王様になる。ココナッツもこのように予言しとるわ。お前のようなダメなやつに模様はない。ホワイト山に追放じゃ。一生そこで暮らせ。オイラはもうただの小猿じゃないぞ。この島で一番偉いんだ。コンゴボンゴ島の王様だ。ホワイト山、あんな雪と氷しかないとこで暮らすの？あんなバナナがないとこで。待て、ドンキーコング。何？忘れ物じゃ。二度と戻ってくるんじゃないぞ。クランキーの命令だ。仕方ないからこれで送ってやるよ。捕まってろよ。もうバナナ食べられないのかな。雪山にバナナがあるかや。アホ、あるのは雪だけ。ほら着いたぞ。そんな早いとこ飛び降りな。そんな、飛び降りる勇気がねえなら振り落としてやるよ。やめて。最終攻撃に移る。ブラスターのタル工場を襲撃して乗っ取るのだ。タル工場？ココナッツを奪った方が早いのでは。クリスタルココナッツを奪うのは最後のお楽しみ。第4段階を済ませてからだ。まずはタル工場を乗っ取り、タル爆弾を大量生産させるのだ。我が軍隊に十分な武器さえあれば、もう猿など敵ではないわ。何しろ今や奴らのリーダーは小猿のディディだからな。大変じゃ。クルールのやつタル工場を襲う気じゃぞ。新しいリーダーに活躍してもらうか。
ダメじゃ。さっきはカッとなってリリーの顔をココナッツに移したが、こいつじゃ頼りにならん。わしゃなんて愚かなことをしたんじゃ。すごい。じゃあ未来の王様リリーってこと？ねえ、未来の王様から未来の女王様にキスして。じゃあ結婚してくれるの？もちろんよ。だよ、やめやめ。いいとこだったのに。クルールのやつがタル工場を襲おうとしておる。イチャイチャしとらんで止めに行かんか。なんでオイラが？お前はこの島の未来の王になる男じゃろうが、島の平和を守るため悪党どもと命がけで戦うのは未来の王たる者の務めや。命がけで？ママが許さないよ。甘えん坊は下がってろ。皆さん撃て。危ない。こんな時にドンキーが言ってくれたら。認めるのは尺だけど、僕もそう思う。ドンキーちゃんは雪山だよ。そこまでだ。工場は渡さないぞ。この今後ボンゴ島の未来の王として命令する。今すぐここから立ち去れ。正義の味方のお出ましか。覚悟しろ小猿。皆さん撃て。やめてよ。おいら食べられないから。食べても美味しくないよね。やめて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 よ。うわー、助けてー。こらー、しっかりせんか。クランキー助けてよね。早くドンキー呼んで、ね、ドンキー呼んでドンキー呼んで、ドンキー呼んで。やっぱりディディじゃ無理か。バナナ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 の木だ。うわー、おいしそう。やった、今食べてあげるから待っててね。んなんで。錯覚だったのか。ああ、かわいそうな僕。泣き言なんか言っとる場合やないぞ。タル工場が危ないんじゃ。戻ってこい。ディディに頼んだら、クルールどもを倒せるのはやはりお前しかおらんのじゃよ。今の僕には倒せないよ。バナナ食べてないから力が出ないんだもん。あれを見ろ。バナナだ。バナナも持たせずにほっぽり出すほど、わしゃ白状なじじいじゃないぞ。ありがとう、クランキー。揃いも揃って腰抜けなんだから。ふん、諦めるんだな。ドンキー、早く助けに。お待たせしました、ドンキーコング。ドンキーコング。やだな、そんな怖い顔しちゃ。お助けろ。顔見ただけで逃げてったよ。ヒーローはこうでなきゃね。助かったよ、ドンキー。やっぱりあなたって素敵。やはり未来の王様はこの顔でないとな。はあ、王様になるのがどんだけ大変なことかよくわかったよ。やっぱりオイラにはヒーローより相棒の方が向いてるってことだね。でも君みたいな頼れる相棒がいてくれるから僕も安心していられるんだよ。ほら、バナナだって1本しかないと不安だけど、2本あったら安心できるだろ。またなんかそれ違うんじゃない。だいたいお前さっきからバナナの食べ過ぎだよ。だけどこんなことわざがあるじゃない。今日食べられるバナナは今日のうちに食べてしまえ。でも食べ過ぎたって。ありがとう。褒めてないよ。
古代遺跡に迷い込んだドンキーとディリーが黄金のバナナを発見。だけどそのバナナに手を触れた者には恐ろしい呪いがかけられるという。そんなことは知らないドンキーはバナナをキャンディーにプレゼントしちゃった。果たしてキャンディーの運命は。